サメガイ駅は、滋賀県米原市サメガイにある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA82。会社協会駅である、米原駅は、西日本旅客鉄道の管内に入るため、当駅が東海道本線における JR 東海管轄駅の中で最も西に位置する。運行形態の詳細は、東海道線を参照。ホーム地上駅。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線があるが短式ホーム側は閉鎖されている。短式ホームに接してコミュニティセンターが併設された駅舎が置かれている。島式ホームとは湖泉橋で連絡している。大垣駅管理の簡易委託駅となっている。なお、JR 全線切符売り場は簡易委託家事に緑の窓口相当の扱いではなくなったため、 マルス端末は設置されているが、取扱いに制限がある。遠いか対応の簡易改札機設置。一番線は、貨物列車の対比線となっており、前述の通りホーム部分にも作画されている。大垣保線区サメガイ保線宿が存在する。駅舎と別棟に、保線区現場事務所が存在する。これらサメガイ駅構内から工事用車両の侵入の、他、クレーン車、 機動車などが格納されている車庫が存在する。滋賀県統計書によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。かつて中仙道の宿場町であったため、駅周辺にはその雰囲気や面影が残るが、住民の生活道路と混在している。ありがとうございます。